スーペルクパロムニエーは、ルーマニアのサッカー大会の一つである。毎年リーガ1開幕前に開催される。前シーズンのリーガ1優勝クラブとクパロムニエー、優勝クラブが一発勝負で争う。創設当初は、スタディオヌルナチオナルで行われていたが、新スタジアム春工号は、各都市持ち回りで行われるようになった。2010年までは、リーガ1と、 クパロムニエの双方を制した場合は開催しない、規定であった。ルール改正1年目の2010年は、CFR クルージュが前シーズンのリーガ1と、クパロムニエの双方を制したために、リーガ1で2位となったウニレア・ウルジチェニが出場した。その時の会場は2冠達成の特典として、CFR の本拠地であるドクター・コンスタンティン・ラドゥレスクで催された。 1994年に創設された。最多優勝は、ステアウア・ブカレストの6回で、ラピド・ブカレストの4回、CFR ・クルージュの2回と続く。2005年7月22日、ルーマニア・サッカー連盟は、サムソン・電子と1年間のスポンサー契約を結んだ。それに伴い、2005年と2006年は、スーペルク・パ・ロムネー・サムソンと呼ばれた2006年10月9日。 ビールメーカーサブミラー参加のアーススと3年間のスポンサー契約を結んだ。それに伴いスーペルクパロムニエーティミショアレアナに改名された。1リーガ1とクパロムニエの2巻達成。ありがとうございます。